はい、さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、ついにオーストラリア軍が 6.8 ミリの銃を採用しそうな件についてということで、まあ今回はね、まあオーストラリア軍の主力小銃と 6.8 ミリの弾の話ですね。で、まず前提として、まあ知っておいた方がいいのは、そのオーストラリア軍の主力小銃は、まあ1988年から、まあステア社のね、まあ AUG というか、まあタレスの F88 ですね。で、この銃をね、まあ今でも改良して使ってるし、で、今回のその 6.8 ミリの銃でも、まあ AUG とね、まあほぼ同じスタイルの銃があるという、まあそんな感じです。で、この 6.8 ミリの弾っていうのは、じゃあどんな弾かっていうと、まあ米軍がね、まあ長年もう、2017年ぐらいからまあこれぐらいのね、まあ口径にしたいっていう風に言ってて、でそれでいろんなね 6.8 ミリの弾とか銃をねいろいろテストして、でようやく今年のね、まあ2022年になって、6.8×51mm っていう弾と、まあシグの MCX スピアっていうのをまあ採用したという、まあそんな感じになってます。で、確かにですね、まあオーストラリア軍はまあ2020年の頃からまあ当時はね 6.8 ミリにするかとかねそこまで決まってなかったと思うんですけど、その 6.8TVC っていう弾をね、作ってるトゥルーベロシティっていう会社の弾に、会社の弾ですね、そうですね、その弾に興味を持ってたし、あとですね、タレスはその2021年からその 6.8 ミリの弾を使うその AUG みたいな銃のモックアップとかを作ってたので、まあなんかそれらがね、まあ集結していく形で、今回のその 6.8×51mm の弾が使えるこのプロトタイプにつながっていったと思うんですが、まあどうですかね。まあ今回ね、やっぱりその AR タイプのね、普通の M16 みたいなデザインの、まあそういう銃のね、プロトタイプも作ってますけど、まあやっぱりね、こうブルーバップで、まあブルーバップで、まあ発射時のね、衝撃がでかい 6.8×51mm にすると、まあやっぱりごついレシーバーにしなきゃいけない分、単純にね、これストックもね、まあでかく、まあ長くなるので、なんかやっぱりすごい大柄な銃になってる気がして、まあなんていうんですかね、ちょっと無理あるというかね、まあ身長180センチ以上の人だけのね、軍隊じゃないのでもちろんね、まあちょっと無理あるというか、やっぱりその AR タイプの方がね、まあ現実的なのかなという、そういう気もします。で、あとですね、この AR タイプのね、プロトタイプに関しては、セレクターを見る限り、そのセミオートオンリーになってると思うので、セーフかファイヤーかしかないみたいな、まあそんな感じでセミオートオンリーになってると思うので、まあ昔のね、まあイギリス軍のファルですね、まあ L1、A1 ですけど、まあそういうのとかとね、同じ運用になるのかなという、まあそんな感じです。はい、まあようやくね、その 6.8 ミリの銃にもまあ普及の兆しが見えてきたという、まあそんなニュースになってます。まあ今後もね、少しずつね、まあやっぱりなかなか広まらないとね、まあ自分もね嘆いてましたが、まあ少しずつやっぱりこうやって広がっていくっていうね、まあそんな感じになって、多分日本もね、まあ将来的にはまあ 6.8 ミリに更新するんじゃないのかなみたいなね、まあもしかしたらヨーロッパ諸国がね反対するのかなっていろいろ思いますが、まあそんな感じです。はい、ということで、まあ今回この動画いかがだったでしょうか。この動画ね、ふーんっていう風に思っていただけたら、ぜひね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。